ザ・バーファーズ・アンド・ファーク。コーナーでドバコラボ。盲目な残虐性は、後輩を招くのみ。おっと、このフックは火の使いがいい今、ヒースムーアを蹂躙する。どうなる戦士たちを餌食にしながら。誰も死からは逃れられない。殺戮者が求めるのは暴力と死。終わりなき、盲目な戦い。エンティティの恐怖の変換に囚われし者たち。本家でもこんだけ動いてくれよ。サバイバーオブフォグ、ハロウィンコラボイベントだ。最高。もうこのメニュー画面で最高だよね。音楽とこの焚き火が再現されてる。でも生存者じゃなくて、ここにいるのがまあヒーローって言われるねキャラクターたちなんだけど、デッドバイデイライトでいうメメントモリ。敵を殺した後に決め技ができるわけね。でそれで今回このイベントの、デッドバイデイライトのイベントのフックに吊るすんだよ。でもフック逆、この辺がデッドバイデイライトクオリティで、ハントレスもある。うーわ、いいね。これはなんかハントレスっぽい。見て、ハントレスになれるんだよ。でトラッパーにもなれる。こっちのトラッパーの方がかっこよくないかってなるけどね。こんな目光ってなかったと思うけど、ハントレスとかも。こっちの方がクオリティ高くない？しかもなんか歌歌ってんな。おお、すげえ。エンティティだ、エンティティ。エンティティのあれ、これ、下から出てきたら死ぬんじゃない？これ。これ、時間切れで出てくるあれ、なんだっけ？エンティティに捕まって死ぬやつ。じゃあ、おう、そうそうそう。こう、敵に出るんだったらまだわかるんだよ。敵に出るんだったら。今、なんか自分に出てたから。これ。これ死ぬから。行くぜ。バイオンバイオンポイポイポイ。ためよしけいける。ほら。よしけい。よしけいがいいテンポで繰り出されていますね。非常にいいコンディションです。よしけいフィニッシュ。死ぬがいい。サバイバーオブフォグ。キラーが襲い来るドミニオンのバリエーションが登場。発電機を制圧、ブーストして1000ポイントを到達し、敵チームを崩壊させよう。ただし獲物を求めて徘徊するトラッパーに注意。トラッパーと敵を倒しつつエリアを制圧していくっていうイベントかな。キラーランク1の力を見せてやろうじゃないか。トラッパーはマップ内を自由に瞬間移動できる能力を持っている。瞬間移動できる能力、そんなんないよ。なんでナイトメアと同じ能力手に入れてるんだ。オーナー。おお、すげえ。 BGM デッドバイデイライト。トラッパーいた。発電機もある。さあ、ハントレスでトラッパーをボコボコにしてやるぜ。来たか、やろうぜ。トラッパー VS ハントレス、楽しませてくれよ。ウタタン行っちゃうぜ。おお、いや強すぎだろうが。やめてくれ、やめてくれ。殺すんだ、やってくれこいつを。強すぎ。発電機治ってるぞ。発電機が治ってるぜ。何こいつ、逃げてんじゃねえよ。甘いぜ。勝利だ。殺せ殺せトラップ。うるうる。
我々の勝利だ。うん、最下位だった。トラッパーとこいつ戦わせて、トラッパーと一緒に協力してやる。よっしゃ、トラッパーと協力成功。トラッパー来い、トラッパー。くっそ、他のやつ殺してる。オッケー、トラッパー、よっけー、やってくれたぜ。おい、またやれ、ほら、お前の獲物だ。トラッパー、お前の獲物だぞ。やれ。うわ、あいつ逃げてないか。汚ねえ野郎め。俺も逃げてやる。チェイス開始。トラッパーと一緒に、トラッパーと一緒にやる。行けよ、ほら、トラッパーのところに。殺されるぞ。おおおおナイス、ハントレスだ。かっけー、ハントレスさん。うたさん、おい、やるかてめえ、この野郎。おる、よし、俺もなかなか立ち回れているぞ、トラッパー相手に。だが逃げよう、回復しながら。2人で行けばやれる。よし、2人でやるんだ。オーケー、てめえこの野郎。あっ、くさっ。ギリギリどうにかなった。待ってくれ、嘘だ、急に出てきやがった。やめてくれ。楽しませてくれ。うたたん行っちゃうぜ。おお、いや強すぎだろうが。やめてくれ、やめてくれ、殺すんだ、やってくれこいつを。よっしゃ、行け。行くわ、やめてくれよ、お前、なんで俺なんだ。俺が倒したのに、だって、お前は味方だったんだな。いや、ということで、この辺で終了しましょうか。皆さんもぜひやってみてください、フォーオーナー、デッドバイデイライトコラボ。まあ、このゲーム持ってる人、そんなにいないと思うんですけど。それではお疲れ様でした。